ホリエモンの言ってたことを、みんなに伝えるね。こんにちは、みんな。今日は、経済と税金について話しましょうね。最近、消費税やインボイスって言葉、もりもり気になるよね。政治家たちは毎年、秋になると忙しいんだよ。だから、ばらまき政策で人気を稼ぐごうとしたんだけど、そのばらまきって、実は私たちのお金でやってることもあるんだよ。ええ、ポイントってもらって聞いたことあるかなマイナンバーカードを使って広告代理店の利益を減らす。 税金を増やす仕組みなんだよ。すごく貧乏な家庭は、実はかなり稼いでないんだよ。消費税って、意外とお金持ちが儲かる税金なんだよ。まず、社会保険料って言葉、知ってる。これも大事なんだよ。高齢者の医療費に使われてるんだよ。でも、ちょっと不公平かもしれない。従って、減税のことくらいじゃなくて、スキルアップして収入を増やす方法も考えてみたいな。経済と税金って、難しいけど、自分のお金のことも考える大切な話なんだよ。一緒に考えてみよう。って、 堀江貴文さんが言ってたよ。